はい、どうもこんにちは、かおりです。はーい、本日はじゃーん、新しいフラペチーノです。はーい、まだ開いてますか？本日はスタバです。こちらの新しいフラペチーノとこちらのモンブランです。モンブラン、待って、フォークがないよ。ちょっと SDGs ですか？やってもうた。スプーン取りに行って取らさってるもんだと思ってずっと喋り続けてました。見せたかな、ちゃんと。見せてないよね、絶対ね。混ぜちゃった、こんなに。ごめんね、形も姿もわかんないほど混ぜちゃった。いただきます。甘さ控えめでなんかチップ入っててカリカリしてて美味しいんですよ。なんかのチップが入ってます。下のソースがカヌレ風な感じの味のソースらしいです。結構ね、上品めな味です。甘さ控えめみたいな感じですね。そうですね、こちらのモンブランでございます。見えますか？こちらのモンブランでございます。見えますか？こちらのモンブラン、もう半分食べております。下のこのザクザクした部分がほうじ茶で、上がほうじ茶のムースです。で、真ん中の白い部分がホイップクリームで、上がマロンクリームです。わって感じ。わで、このパラパラなってんのがほうじ茶の茶葉だそうです。絶対コーヒーに合う。おいしい。最近さ、スタバ全然食べてなかったんです。本日はですね、久々の反省会です。以前はね、反省動画を上げてたと思うんです。去年あたりは上げてたと思うんですけども、今年はそれをやっておりませんでした。8月9月盛り上げちゃいますとか言いながら、いつ上がるのいっぱいみたいな感じになったと思うんです。本当にごめんなさい。ですね、言い訳をさせていただきたいと思いますが、今からですね、シンプルに仕事が忙しすぎて8月9月頑張れませんでした。ごめんなさい。動画を取りだめることも編集することも全然できなくて、あげる動画がございません。って言ってもね、この24時間ある中で動画も撮れなくて編集もできなかった、そんなわけあるかいって思う人もいると思います。カーリーですね、今現在仕事3つ掛け持ちしてますので、仕事3つ掛け持ちしてますって YouTube をね、撮ったりとか上げたり以外にその3つやってるんです、仕事を。今月イベントが続いたりとかしてまして、今日もイベント3連チャンで終わりたてなんで、ちょっと声ガラガラなんですけど、そういうのがありまして、帰ってきてからもお仕事したりとか、次の日の仕事とかちょっと期日までに間に合わせなきゃいけないものあったりとか、そういうので本当に帰ってきてからもお仕事してて、すいませんなんですけど動画を投稿することができませんでした。でもちゃんと睡眠は撮れる時に撮ったりとかしてたので、元気もあるっていう感じですね。なので10月ちょっと頑張らせていただきたいなと思います。ごめんなさいね、いつもこんなね、頑張りますとか言って頑張れてなくてごめんなさいなんですけども、10月はね、是非期待をしていただいて大丈夫かなと思います。そしてですね、楽しい動画を撮る予定ですので、ぜひお楽しみに。もうね取るものは決まっていて、あと取って編集するだけなんで頑張ります。そう、しかもさ、本当は9月末にお知らせしたいこともあったんです。動画の順番的に難しそうなんで、10月に発表させていただきたいと思います。はい、うん、というわけでカーリー10月は本当に頑張りますよっていうお話でした。いや、いつかね、どんな仕事してるよとかもお伝えできればいいなって思うんですけど、まだちょっと言えないねっていう感じです。話の流れでさ、初めましての方に「仕事何やられてるんですか?」って聞かれた時に、話がちょっと噛み合わなくなりそうだなっていう時に「実はこういう仕事もしてて」みたいな感じで言ってるんですよ。したっけさ「えっ3つ仕事されてるんですか?」ってなっちゃって「あ、まあそうなんですけど」みたいな、なんかこう。空いた時間にこういう風にお仕事入れたりとかして、なんかこう調整できるんで、なんかそんなギチギチな感じではないんですけどって言うんですけど、なんかやっぱり普通に惹かれるよね。惹かれるんです。えってなるんです。最近それが良くないなって思って、普通にこんなに働いてる人結婚できないっていう感じですね。はい、まあその話とかもなんかおいおいしていきたいなと思います。はい。なかなかね、難しいよね。うん。というわけで、今からまたお仕事をしなきゃいけないので、この辺で失礼させていただきます。明日この動画を上げたいと思いますので、今から編集しますし、仕事もいたします。今が21時30分ぐらいなので、あんまやなんやかんや今からなんかちょっとはいやっていきます。皆さんもね、お仕事とかで忙しい方もいると思うんですけども、体調に気をつけていただいて、で季節の変わり目でもう結構今半袖で寒いんです。もう北海道上着なしではちょっと厳しくなってきましたね。夜は日中でもう長袖着たいなっていう感じです。風がね冷たくなってまいりました。今もう寒いです。半袖で体調には気をつけてお過ごしください。そして10月ぜひ楽しみにしててください。あ、そうだ、髪切りましたって言ってないよね。多分そこも取らさってないと思うんですけど、長さは変わってません。後ろの長さはこの前と同じなんです。ただね、ここに段を入れてちょっと軽くしたっていう感じです。もうなんか乾いた状態の時にボンバーみたいな感じになってたの。この辺にまだクリクリがいて、それでボンバーみたいになってたんですけども、やっとくるくるの部分がなくなってこうなりました。動画を上げ始めた頃と同じぐらいの長さ、動画を上げ始めた時の方がもうちょっと短いかなって感じなんですけど、はい、久々のショートにいたしました。どうですか？結構ね、長いのも似合うよって言ってくれる人もいるし、短い方がいいよって言ってくれる人もいるし、何の髪型にしても褒めてくれる人がたくさんいて嬉しいです。ありがとうございます。また伸ばしていくのか分からんけど、もしかしたらクリクリにまたしちゃうかもしれないし分かりませんが、好きな髪型があれば教えてください。もうちょっと短くしたいなとか思っちゃってるんですけど、どうしようねっていう感じです。せっかくね久々のストレートになったので、クリクリを入れるのもどうかなとか思っちゃったし、どうしようかっていう感じでちょっと今悩んでますが、とりあえずこの姿でとりあえず過ごしたいと思います。伸びてきたらまた考えたいなって、コロコロ髪型変わってんなって最近思うんですけども、それもそれで楽しいかなって思って、とりあえずこの状態で今過ごしてますっていう感じです。はい、本日もご視聴ありがとうございました。京都もいい感じだねって思ってくれた人、グッドボタン。10月も楽しみにしてるよって思ってくれた人もグッドボタンお願いいたします。こちらのチャンネル登録まだされてない方結構いますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。インスタグラム、TikTok、X もやってますので、ぜひそちらのご登録もお願いいたします。では皆さん、スタバ美味しかったので、ぜひね、10月10日までなので、ぜひ飲んでみてね。食べてみてね。バイビー。